エリック、冷蔵庫の僕のプリン食べたでしょ。食べてませんよ。喧嘩の多い双子にはこれ、わきあいあい傘。わきあいあい傘、どうぞ。わきあいあい、プリンのことなんてどうでもよくなった。仲良くしないと。わきあいあい、私こっそり兄上のプリン食べました。どうでもいいんですよね。わきあいあい、ああ弟し食べたのね。わきあいあい、ネオなんだこの魔法具は。わきあいあい傘は傘の下に入った者同士わきあいあいしちゃう。このわきあいあい傘があればライクとエリクは喧嘩しなくなるね。これ、和気あいあい以外のモードがあるのか？変えてみよう。あいあいモード！兄上、冷蔵庫のプリン勝手に食べました。大好きです。プリン勝手に食べるなんて大好き！大好き！おかしくないか？普通じゃね。なんて面白いモードなんだ。ああ、PC がよからぬ妄想を。そんなことするわけないだろう。我がリゾーニ家は代々エルバスサイン家を陰から護衛してきたみ。おし、ああ違う違う、君主であるバンプルとアイアイ傘などない。エルバスサイン、アイアイ傘やってみたい。楽しそう。ではお言葉に甘えて。モードアイアイモードどうぞ。え、どういうこと？なんでゴリラいるの？なんでだろう。あは、ヒーパーパー。あれ、僕どうしてたんだ。私何してました。おいエリク、プリン。プリンは私が食べましたよ。なんならアイル様の分も食べました。おいエリク、私エリートですから許してください。どんな理屈だ。みんな仲良く、効果切れたんで拡張しますか。えい、アイアイモード極み。おいネオ、どういう状況か説明しろ。どういう状況でしょう。いつもツンツンしてて、たまに優しい。ハイルが大好き。頭いかれたな。推しという存在がありながら、あまりにも分かりやすい横道にそれる俺を許せ。ハイル大好きだ。踏み外すな。ハイルに推し置きされないと夜も眠れなくなってきた。大好き。ずっと起きてろ。大好きです。エリート中にはお好きですか。考えたことない。ハイル、ハイル氏突然モテ期到来。受ける。アホな魔法具にやられたお前らの目を覚まさせるには衝撃を与えるしかない。柔らかい魔法のアンパンで殴るから許せ。アイル大好き。お断る。はあ、友達以上おしみマン大好き。例え方、横道、いたずらしちゃうぞ。するな。さあ急にラブファントム。知るか。知って。みんなアンパンで優しく殴られて。くさー。アイル氏、和気あいあい傘。みんな仲良くね。お前が言うな。充電切れてた。安静しろ。あはー、みんな楽しくね。ネオ大好きだぜ。私のラブを受け取ってちょうだい。なんで魔人がアイアイモードに。しあーざとし。